14時30分ほどの時間帯なんですが、撮影に行った、船坂峠のところの動画のエクスポート中なんですけども、やっぱりあれですね、大体14時ぐらいには、メジャーリーグの試合まず終わります。まず、その時間まで、14時までに終わってない試合っていうのは、まずありません。もう 95% 以上の確率だと思いますよ。こういうね、ものすごく時間かかるんですよ。もうかれこれ、30分ぐらいですかね。画素数も、P540 というところで、これね、1004とかあるんですけども、間が740。画素数なんですけども、1004とかだと多分かなり容量が重たくなって、これね、SD カードがこのパソコンちょっと使えなくて、USB メモリーに差し込んで、転送してるんですけども、これがね、8GB しか入らない USB メモリーなので、やっぱり画素数を、減らすしかないと。こういうふうな形ですね。大体の景色と場所さえ分かっていただけたら、いいんじゃないかなと思います。作るところは、カーブナンバー11番ぐらいのところですね。それは動画で喋ってる内容を聞いていただいたら、わかります。なぜそうなのかっていうところが。絶対ひし形の、ダムの防波堤の高さが、30メートルぐらいはあると思うんです。だからもし50メートルあるんだったら、台形のそのひし形の、ひし形というか、台形、下の方が、奥行きが、30メートルぐらい。で、一番上の方でも、20メートルぐらいはあった方は、無難は無難でしょうね。そこだいぶ、深さがあるんで、奥行きはどれぐらいでしょうね。木がだいぶ入ってますから、奥行きはもう全然わからないんですよ。歩いた距離での感覚ぐらいでしか。ただその、台形の下のところに、地下水流ストレートトンネル発電。一応20センチ×20センチと1メートル×1メートル、3メートル×3メートルと5メートル×5メートル。5メートル×5メートルを、その、20センチ×20センチと1メートル×1メートル、3メートル×3メートルと5メートル×5メートルで、だいぶ幅いると思うんですね。河川の底も、そういった形で、形状を整えるように、内部空間のところですね。水の飛ぶところ。で、タービンコイルの設置する場所とかも、そこはもう開閉型はその地下水流ストレートトンネルのところだけになってきますから、そこは仮に溢れ返ったとしても別にいいんですよ。高さはカーブのその道路ぐらいのところまでですから、そこから溢れ返ったってもう大したことないですから。溢れ返る量が防波堤さえ、決壊しなかったら大丈夫だっていう、その考え方で。だから、横幅は、その5メートル ×5 メートルを何基置けるかっていうところですね。だから、5メートル ×5 メートルの回転扉っていうのは、シャフト込みで考えると、2.5 メートル ×2.5 メートルもないんですよ。だから20センチ ×20 センチっていうところは、10センチ ×10 センチないんですよ。シャフトがあるのと、あと回転扉とそのトンネルの間に隙間を少し開けておかなきゃならないですから、地震とかが発生した時にこうちょっと歪んだりした時にこう回らなくなってこうトンネルに当たって、そういうことがあるから、ちょっとだけ空間を開けておくと。
まあ、けどまあもう、船坂峠とかの規模とか見ていただいたら分かる通り、そんなにすごい量の水っていうのは流れてこないんで、だから5メートル ×5 メートルに関して、複数いるかなっていうのは、ちょっとまあ疑問は疑問ですね。まあ横浜もそこまで、まあストレートに設置できるかどうかっていうところがありますからね。だそこは、水を、まあ、高低差高いところまで水を貯水できますから、5メートル ×5 メートルのところも、地下水ストレートトンネル型で、まあ、100メートルぐらいは作っておいて、ですね。